今回は宇野線の宇野駅から瀬戸大橋線の小島駅まで路線バスで乗っていきましたので、その案内をします。こちらがね、宇野線の終着駅の宇野駅ということで、かつてはね、連絡船の乗り継ぎで非常に栄えた駅だったんですが、今はホーム1本だけの小さい駅になっています。現在は瀬戸大内国際芸術祭の玄関口としても有名になっています。でここからね、バスに乗って小島まで行くんですが、一本では行けなくって、途中のバス停で乗り継ぎという形になります。まずはね、両備バスの王子ヶ岳登山行きというバスに乗るんですが、こちらのバスがちょっとね、本数が少なくって、休日だと5本ということで、ちょっとバスの時間に合わせて動くことになります。路線バスなんですけれどもね、車内に USB コンセントがあったりして、なかなか、乗り心地のいいバスでした。でちょっとね、市街地を抜けますとすぐに海のそばに出まして、ほとんどね、海沿いの区間を走るということで、この日はちょっとあいにく天気が良くなかったんですが、晴れていればすごい絶景が見られるバス路線になっています。乗ったのが夕方近い4時発のバスでしたので、ちょっとね、夕焼けが見えてきております。宇野から25分でこの王子ヶ岳登山口というバス停に着きました。ここで両備バスから下田バスに乗り換えになります。こちらが、ね、下田バスの車両になります。で今乗ってきた両備バスは折り返して宇野駅の方へ帰っていきました。5分ほどの待ち時間で小島行きも発車しまして、引き続き海沿いの道路を走っていきます。こんな感じで夕焼けがね、綺麗なところでした。で海際を離れると旧道といいますかね、古い狭い通りを抜けて小島駅の方に行きまして、瀬戸大橋線の高架をくぐると、もうしばらく行きますと終着の小島駅に近づいてまいります。終着の小島駅です。乗り継ぎも含めて55分間で到着していました。こちらがね、ジーンズの街ということで今有名になっています。小島から宇野へ行く場合は、4番乗り場から発車しています。ということでね、バスの本数が少ないのが難点なんですが、宇野線のショートカットにぜひお使いください。